はい、皆さんこんにちは。ボニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。はい、今回皆さんとお話ししたいことはスイング改造のリスクについてです。ではスイング改造なんですが、皆さんは、必ず上達をしたいということでいろんなことを試すとは思いますが、今現在、主流になっているスイング技術にちょっと私は疑問を持っているので、そのことにも触れていきたいと思います。今回は、ある女子の選手を参考にしながら、話していきたいと思うのですが、皆さん特に稀ですが、あれ、そういえばあの選手最近見ないなっていうことありませんか？で、今回はその最近ここ1年半ぐらいですね、あまり顔を見なくなった選手についてちょっと話していきたいと思います。はい、その選手は、リディア・コー選手ですね。韓国人ですが、ニュージーランド国籍 の、 選手なんですが、彼女は16歳の時、2014年ですね、16歳の時に、プロ転向して、もう若い時から注目を集めて、プロ転向したその年にもうすでに優勝、そして次の年2015年にはUSLPGA ツアーで賞金女王になった選手であります。であるのですが、なぜかここ1年半ですね、ちょっと成績が思うように振るわなくて低迷しています。その原因についてはやはり彼女の場合は、スイング改造をしたということですね。彼女は、2014年にプロ転向してから、2回スイング改造を行っています。それは、プロ転向した2014年の終わり頃に1回と、そして2年前から2018年ですね、8年から2回目のスイング改造をしています。はい、じゃあそのスイングをちょっと見ていきましょう。はい、それでは彼女のまずは2014年ですね、プロ転向ルーキーイヤーのスイングを見ていきましょう。まず線を引いていきましょう。スイングプレーンですね。まずこのホーゼルから肘にかけてのラインですね。はい、じゃあスイングを見ていきましょう。はい、まあ、この時期すでにスイングプレーンに非常に綺麗なスイングプレーンをしていますね。はい、でなぜ彼女が、スイング改造をしたいと思ったのかは、こちらですね、バックスイングのトップの地点ですね、見ていただくと分かるのですが、クラブヘッドが、ちょっとシャットになっています。まあ今でいう、まあ、ダスティン・ジョンソンとかケプカとか、まあ、左手の子がちょっと彰窟して、クラブヘッドが上を向く形になっています。まあ、こちらですね。はい、はい、このおかげで結構何試合か大事な場面で左に引っ掛けて優勝を逃した試合が数試合あったことを記憶しています。この時の問題点はもうその彰窟、まあ、フェースがシャットになるっていう、まあ、そこだけでしたね。はい、それでは続いて、その2014年のオフから、デビッド・レッドベターに門を叩いてスイング改造を行ったのですが、そのやはり問題点だったのが、左手首の彰窟、それを直して、挑んだ2015年にはなんと賞金女王になりました。でその時のスイングがこちらですね。はい、それでは見ていきましょう。まあ、同じように、線を1本引いて、はい、見ていきましょう。はい、ではちょっとスローでやっていきましょう。で一番の問題点だった左手首の彰窟で、左手首の角度を維持するために、まあ多少
アップライト、まあ、アップライトというかちょっとスティープになりましたね、バックスイングが。ですがちゃんときっちりトップで、クラブフェースが真上を向かなくなっていますね。その一番のポイントっていうのは左手首のこの左手首の角度ですね、これが衝突しなくなったっていうことで、クラブフェースがきっちりとシャットにならなくなったっていうことですね。それが一番のポイントです。なので大事な時でも左に引っ掛けることがなくなり、スコアも安定して賞金女王になることができました。で順調にですね、2016年も年間4勝して賞金ランキングも2位になって順調にいっていましたが、2017年にですねなぜか1勝も出つきずに終わってしまったわけですね。習い始めた頃ですね、その時に、レッドベターが新しく A スイング理論っていうのを発表してですね、それもこのリリア・ゴー選手にスイングを改造してやったわけですね。それが2017年にちょっと調子を落として、この2017年の終わり頃にデビッド・レッドベターとのコーチを解消してまたスイング改造に乗り出したわけですね。はい、そしてそのスイング改造っていうのが今流行っているシャフトプレーンスイングですね。まあこちら見ていただくんですが、はい、かなりフラットに上げていきます。はい、でトップスイングでは、はい、ここからですね、ここからクラブが線より低い位置から下ろしてきます、降りてきます。これがシャフトプレーンスイングですね。はい、はい、シャフトプレーンスイングです。はい、彼女が取り入れたスイングというのがシャフトプレーンスイングです。彼女が取り入れたシャフトプレーンスイングですが、かなり完成度の高いスイングだと思います。きっちりとシャフトのラインに対して平行に戻ってきてますし、かなりいい感じに振れていると思います。はい、でスイングを見ただけだと、かなりいい感じに振れているんですが、果たしてそれに対して成績はどうなのかという問題が出てきます。ではちょっとそれについて、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、こちらが、2017年スイング、まあ、ちょっと調子を悪くした年ですね。まあ、かといっても賞金ランキングでは13位にいるので悪くはないんですが、ただ彼女の今までの成績からすると、まあ、不本意だったのでスイング改造に乗り出して、その後の2018年、まあ、同じような感じで12位ですね。ですが去年ですね、2019年なぜか賞金ランキングが48位まで、まあ、落ちてしまったっていう形になっています。でここでもう一つ皆さんに見ていただきたいところから あってですね、飛距離ですね、平均飛距離、2019年の彼女の平均飛距離は245ヤード、まあ、全体の152位ですね。基本的に、まあ、スイング改造して、良くなっているので飛距離は同じかそれ以上である必要があるんですが、彼女の場合はですね、なんと2015年彼女が賞金女王になった時っていうのが250ヤード、全体の60位、まあ、つまり飛距離が落ちてるっていうことなんですね。
はい、ということで、なぜかリディア・コー選手の飛距離は落ちているということになっています。つまりスイングの効率が悪くなっているということですね。ですから皆さんはちょっと疑問を持たれると思います。フラットにすると飛ぶはずだからですね、まあ、なぜそのフラットにすると飛ぶかというと、入射角度が浅くなって、ドライバーの場合はスピン量を抑えられるという理論で飛ばすんですけども、それがなぜか飛距離が落ちているんです。まあつまり、まあ、効率が悪くなっている、まあ、つまりフラットにしたからといって飛ぶわけではないということが、まあ、ここで言えるわけですね、はい。で、私がまあ言いたいことは、スイング自体はですね、なるべく自然に触れる方が望ましいわけで、何かしらその、まあ、スイング効率、まあ、人間の構造上動ける範囲内っていうわけではなくて、まあ、動きやすい動かし方をしないといけないということですね。フラットにすること自体が人間の構造上、まあ、無理があるということを、まあ、無理をしないとできないことっていうのを皆さんに分かっていただきたいんですね。まあ、なぜ無理かというと、クラブを落とさなきゃいけないわけですね。で、その落とすためにも、その落とす幅が大きければ大きいほど、難しくなります。なので、フラットにすると飛ぶっていうこと自体が、まあ、確かにマッキロイはできているんですが、それはまあ彼が小さい頃からやっていますし、それは彼にとっては自然な動きにはなるんですが、それができているプロっていうのはもう本当数える程度しかいません。で、ほとんどのプロの方はインパクトプレーン、つまり私がいつも描いているホーゼルから肘のラインになります。あれが一番、まあ、自然にできる角度になります。一番効率のいい角度ですね。これはまあ分かっていただくとありがたいことですね。無理をすると、怪我をします。無理なことをやり続けると、まあ、怪我の原因になるっていうのが一番、私は、危惧しているところです。ですので、今回の、まあ、まとめというのが、フラットにしたから飛ぶというわけではないということですね。で、まあ、無理に改造すると怪我をするということも付け加えたいと思います。まあ、例えば、まあ、スイングをフラットにすると、腰に負担がかかるんですね。ですので、腰を痛める確率が高くなります。そして、まあ、例えば今流行っている、まあ、今現在その、まあ、小屈することも流行っているんですが、それをすると手首を痛めるっていうこともあります。ですので、まあ、人それぞれスイングがあるので、まあ、理解した上で、するのはいいんですが、ただ流行っているからといってやってしまうと、怪我の原因にもなりますので、皆さん気をつけてください。はい、では今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。